ドン。すげえ。うまっ。こんにちは、こんばんは、おはようございます。おやすみなさい。ソーシャルディスタンス。さあ、ということでですね、今日はですね、テンションがちょっと上がっております。なぜかというと、今日は日曜日。日曜日がたまたまお休みだったので、SSS にやってまいりました。いやー、本当に SSS 茂雄サウナ施設があってよかったです。この日曜日が充実しますね。さあ、そしてこの SSS で今日は何をするかと言いますと、サウナをより楽しめる新アイテム導入。とっておきのアイテムをネットで買いまして、ドン。さあ、新アイテム開けてみましょう。しゃ、はい、来ました、こちら、ででーん、天然白樺のドライビヒタでございます。これをどうするかというと、これ白樺のね、葉っぱを乾燥させてるんですけど、これを水に入れて戻しましたら、むちゃくちゃいい白樺の香りが立ってきます。それでその上からロウリュすると、もうここはフィンランドのようになるという、サウナ室をフィンランド化できるビヒタです。そしてこの白樺の葉っぱで体をこう叩くのよ。水に浸したこのビヒタで、ビヒタで叩いてマッサージするのをウィスキングって言うんですけど、血行も良くなって汗もめっちゃ出まして、もう今話題沸騰のサービスなんですよ。そのウィスキングを自分のサウナでやっちゃおうじゃないかと。じゃあちょっと匂い嗅いでみたいと思います。散らばったら嫌なんで、ね、完全に開けるのは下で。あ、すげえ、すごい、あ、すごいわ。あ、めっちゃええ匂いする、白樺の。買ってよかった。さあ、これをサウナで使ってみたいと思います。ちなみにこのビヒタ、どうやって買ったかと言いますとですね、 T カードプライム、こちらで買わせていただきました。これめちゃくちゃお得なクレジットカードでございまして、まずクレジットで買った金額の 1% もらえます。これありがたいよ。ちょっとした買い物したら、ちょっとこうポイント戻ってくるっていうのが、ちりつもで溜まっていったらめちゃめちゃお得になりますんで、これ嬉しい。それだけでもお得なのに、なんとさらに日曜日やったら 1.5% のポイントもらえちゃいます。 1.5 ですよ。視力やったらすごいよ。さあ、ということで今日はお得な日曜日ということで、この来る途中にその T カードプライムでもう一つこちら買っちゃいました。ででーん、高級ソーセージ。サウナストーブでソーセージを焼けるグッズ、この間入手いたしましたので、 T カードプライムで得した分、ちょっといいソーセージを今日は買っちゃいました。さらに秘密兵器、そのソーセージに入れるやつが、これサルサ、いや、チャーネ西田さん、サルサ、これだ。お手製のサルサソースを作ってますんで、焼きたてのソーセージをサニーレタスで巻いて、このサルサソースをかけて食べると。それではサウナにレッツサウナー。long, long time ago. Very, very sauna like boy. He name is Shigeo Takahashi. さあ、ドライビヒタを。誰やねん。どうも、西中一輝です。ウィスキング職人として今日は呼んでますんで、職人として、はい、これをお湯に5分、お湯で5分、はい、そしてででん、
ソーセージスタンバイ OK。 行きましょう。うわいいやった、気持ちいい気持ちいい。そしてソーセージを仕込みます。もうここに置いとくだけなんで。おお、うん、いいね、気持ちいいですね。明るいといいね。はい、小雨パラついてても平気やな、へっちゃらっすね。あ、気持ちいい。これ多分10分15分ぐらいなんですよ、できんのが。これって僕思ったんですが、この線の穴ってなんなんやろってずっと考えてたんですけど、これ、はい、はいはい、まさかここに水を垂らして中蒸し焼きみたいにするっていうことなんですかね。違う違う違います。うん、フォークとか刺し時に取り出しやすくなるための線です。なるほど、時間ですね。早いっすね。え、今来てるんですよ。困ったっすね。これ例えば、はい、これで、ね、このロウリュウ、わかる？白樺の香りがロウリュウ。あー、いいでしょ。いいっすね。どうですか、この白樺の香り。あー、いいでしょ。白樺です。あ、いいっすね。わー、で、いい感じに汗かいてきてるんですか、はい、僕。そろそろビヒタによるウィスキングを、はい、できますか。できます。やり方知ってる。ファン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 、はい、はい、いきますね。あー、気持ちいい。ありがとう。そうそうそう、痛くない。痛くないね。へえ、血行が良くなる感じね。あー、気持ちいい。これが、言ったらフィンランドでは、はい、これがマッサージのようなもんなんですよ。あー、気持ちいいっす。あー、気持ちいいっす、マジで。あー、気持ちいい。よかった、日曜日で。あー、Today is Sunday. Very happy Sunday.A long, long time ago. いや、でも、ガチュガチュベリーサンデーフェイバリットボーイ。His name is Shigeo Takahashi. I love T-Card Prime. Thank you, T-Card Prime, very much. T-Card Prime is very, very bendy. Thank you very much. ちょっとやったら一回にしない。え、いいですか。ありがとうございます。あー、あ、こ、めっちゃいいっすね。あ、なるほど。僕はあの名古屋のウェルビーさんでやってもらったことがある。あー、すごい。あー、結構強くても大丈夫なんですね。あー、待ってください。これ、結構な痛さですよ、でも。ありがとうございます。めっちゃ気持ちいいっすね。ということで、ビヒタの汗、最高なんで、この汗をちょっと堪能したいと思います。そして、この後いよいよ、ソーセージがいい感じになってきてるかな。焼け具合が、めちゃめちゃ楽しみです。楽しみですね。ああ、雨が気持ちいいね。ああ、ああ、ああ、気持ちいい。うまい。それではとは思う存分ソーセージを食べましょう。
さあソーセージがいい感じに、うわいいですね。はいはいはい、じゃあ食べ方教えます。このソーセージをここに乗せてサルサソースをかけて、おこれがシゲオ流マッカラです。こうやって巻いて、うまっ、うまそう、むちゃくちゃうまい。うん、このサウナでかいた汗をソーセージとレタスが補ってくれるんですよ。ソーセージの塩味とレタスの水分とサルサソースのサルサ力で、サルサ力で、うわうまそう。もういいですか、もう、うん、ありがとうございます。おあ、これまた違う種類の、うん、わあ、うん、いただきます。うまっ、めちゃくちゃうまいですね。めっちゃうまいやろ。はい、それもこれも T カードプライムのおかげです。めちゃくちゃ充実した日曜日が過ごせました。しかもなんと入会キャンペーン中は最大なんと6000ポイントもらえるということなんで、来週の日曜日は何買おうかなとかね、そういうのを考えるのも楽しい。初年度年会費無料なので T カードプライム入るっきゃないきゃない。詳しいことは概要欄に書いてあるのでチェックしてみてください。それではまた投稿します。